一方の和田拓也はこのウェルター級現在3位。和田拓也実は高校生時代パンクラスの入団テストに何度か応募したことがあって、その書類の段階で落ちていますと、まあ、それだけに相手とはパンクラスへの思い入れが違うこのベルゾエノと話してくれました。左のインローを放っていきます。もうド迫力のこのまずルックスですけどね。そうですね、パラチオス左の肩がこう脇がこう上がったような独特の構え。このパラチオスなんですが、実は2週間前今月の12日アメリカのノースカロライナ、カロライナで刑事大会戦ってるんですって。あ、そうなんですか、じゃあ無傷だったってことですよね。そうですね、チョークスリーパーで勝利だったようです。中2週間で日本にやってきての戦い、しかもタイトルマッチ、暫定ではありますがウェルター級の王座決定戦となります。中央白いスパッツが和田拓也、インドを放ちます。右のロー足を取って、さあテイクダウンいけるか、足をねじるようにしながらテイクダウン狙い、さあ倒した。ああ、パラチオスのセコンドにはオマー・ブイシェさんもついています。まあ、新井選手今下になっていますが、こうパラチオスは北岡選手と戦った時もかなりこう打撃は画面に入れてましたもんね。そうですね、あと北岡さん の、はい、あの仕掛けとかも全部対処してましたから ね、 ですね、はい、いわゆるこう和田拓也も当然ここでもきっと簡単にはいかないでしょうからね、グラウンドでも。さあ返しておいて、いやまた足が長い足が戻ってきます。右のパウンドはマットを叩いてしまいました。左の背中から肘にかけてタトゥーが見えます。パラチオス、しかしこの長い足をうまくコントロールしながら和田、右足越えていこうかというところ、長い足が飛んでくる、これが怖い。ケリー、さあ立ち上がるか。おお、なんとか立ちます。しかしまだ片足しっかり握っています。膝、新井選手やっぱりこの間合いこう組みつきたいわけですよね。そうですね、和田選手は、和田選手はそうですね。和田が左差します。コーナーに押し込んでの両選手ともこう膝を出し合います。まあ、いわゆるもも感といわれるもものあたりも、これはでも試合中でも相当効くわけですか。そうです、痛みはやっぱりありますよね。あ、そうですか。また立ち上がります。簡単にでも許しませんね、テイクダウンは。しかし和田がいい位置に抑え込んでいます。パラチオスが整体するか、そこに合わせて膝か、パラチオスも膝を返す、左脇を差し返そうとするパラチオス、あ、引き込んで膝、組み手を探りながらもしっかりと膝を両選手出していきます。もう手の長いパラチオス、ぐるっと首から後ろ回してパンチ拳を入れてきます。これ以上展開がないと言いました和田レフリー、ブレイクです。第1ラウンド残り時間が1分。この戦いは暫定キングオブパンクラス決定戦、ウェルター級の暫定王座戦です。ウェルター級は 70.3 キロ以上、 77.1 キロ未満、右のローキック、やはりこの間合いです。パラチオスの遠い間合いが怖い和田、踏みつきたい、わーっと右もらった、
残り時間10秒、ラスト10セカンド。和田のセコンドからはインローが入るぞと声が飛んでいます。蹴りのフェイント左、これやっぱりちょうど手長いですもんね。そうですね、左のパンチから